スです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはスズキ GSX-R1000、はい、こちらね、言わずと知れたスズキを代表するスーパースポーツです。非常にね、コンディションのいいチェーンです。早速ご紹介していきたいと思います。まずはですね、フロント周りですね、圧迫ある大きなね、立ち動きによるね、転倒傷でね、カール割れ、そういったも見受けられないですね。スクリーンもね、スモークスクリーンを採用しておりますがね、コンディション良好ですね。はい、フロントフェンダー、こちらもね、大きな割れ、塗装剥がれ、そういったも見受けられません。フロントの足回りですね、はい、こちらもね、ホイール、ガリ傷ね、そういったものも見受けられません。ローターサビ腐食もね、全然ね、はい、倒立フロントもコンディション良好です。サイドもあって、エンジンですね、カールはね、まずはね、エンジンスライダー装着してね、大きなカール割れ、そういったものも見受けられません。クランクケースね、こちらもね、転倒による大きなね、削れ、そういったものも見受けられないですね。ステップです。ステップはね、純正採用しておりますが、大きな曲がり削れありません。はい、マフラーはね、吉村のダブルダッシュです。音は後ほどご紹介していきたいと思います。リア足回りですね、こちらもね、ホイール、ガリ傷ね、フロント同様ですがね、大きなの見受けられません。コンディションいいですね。リアタイヤもまだまだいけます。リア周りはですね、フェンダーレスキットを組み上げてね、スッキリとしております。反対もあってシートですね、フロントシート、リアシートともにね、コンディション良好です。はい、タンクです。大きなね、へこみ、転倒によるね、傷、そういったものを見受けられないですね。タンク内ご紹介します。はい、もちろんですがね、サビ腐食ありませんね。はい、ではね、吹き上がり行ってみたいと思います。こちらの1台ですね、L0 モデルとなりましてね、非常にね、乗り味、そしてね、走行モードもついたね、乗りやすい1台となっております。皆様のお問い合わせをお待ちしております。